こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は顧問に合わせる帯選びです。顧問にどんな帯を合わせたらいいかということが難しかったりいたしますね。この動画を見ていただくことで、あなたの帯選びが簡単になるようにお手伝いをさせていただきたいです。それから好きな帯があったとして、それを買ってしまってから合わせにくいというようなことがあったらもったいないですね。帯一本で何枚かのお着物に合わせたいです。でもどれにも合わないっていう帯を買ってしまうこともあります。そんなことがないように、どんな帯の柄だったらお着物に合わせやすいのかということをこの動画でご説明いたします。まず3枚のお着物をご覧ください。こちらは無地感覚の顧問です。でこちらはお召しですけれども、島のお召しです。でこちらは総柄になっています。総柄の顧問です。無地、島、総柄、それぞれでどんな柄がある帯だったら合うのかということをこれからやってみたいと思います。まずこんな柄があります。これはポイント柄と呼ばれます。ポイント柄というのは、これはお太鼓ですけれども、お太鼓の部分と前の部分だけに柄があって、他に柄がないのです。ですからここの中だけでまとまっています。これをポイント柄と言います。これは名古屋帯ですが、はい、ポピーの柄ですね。この帯は3枚のお着物に合うでしょうか。まずこちら無地のお着物ですね。はい、無地のお着物は合わせやすいのですっきり合います。それからこの島のお着物にも合わせやすいですね。はい、それからこれは柄の顧問ですが、総柄の顧問にもよく合います。ということでポイント柄の帯はいろんなお着物に合わせやすいです。はい、ここで合っていますけれども、実際にいろんなお着物や顧問が増えてきて、さあ今日何を締めていこう、どのお着物とどの帯を合わせようという時に、本当にポイント柄の帯というのはとてもとても合わせやすいので、それをどうぞ知った上で帯選びをなさってください。こちらもポイント柄になります。ポイント柄、合わせやすいですね。これはお太鼓の部分ですが、前の部分はどうなっているかと言いますと、間には柄がありませんが、前の部分はこうなっていますね。はい、前の部分はこうなっています。ですから前の部分がやはり合わせやすいです。ポイント柄の帯はコーディネートが合わせやすいということを一つ覚えてください。次に ポイント柄ではない帯ってどういうものがあるんでしょうか。はい、それは無地感覚の帯と、それから柄がたくさんある総柄の帯があります。その2つを置いてみましょう。こちらは無地感覚の帯です。ほとんど無地ですね。この帯はどうでしょうか。はい、無地のお着物に無地の帯です。これを寂しいと思われる方と、それからすっきりして素敵ねと思われる方がいます。無地の帯が合わせやすい個性の方もいらっしゃいますし、私などは無地の帯は寂しいです。はい、人によって、その個性によって無地の帯が合わせやすい方とそうではない方がいらっしゃいます。これは島に合わせている、合わせるとこうなります。それから総柄に対しては、お着物にたくさん柄があるものに対しては柄が少ない無地感覚の帯というのは合わせやすいということにはなります。無地の帯、無地の帯の例です。そしてこれは総柄の帯です。柄が全部に入っています。柄が全部に入っています。はい、柄が全部に入るとどうなるかというと、横にも全部柄があるんですね。賑やかになります。それと全部柄があるのですけれども、前の部分とそれからお太鼓の部分に案外強さがないというか、ポイント柄よりはちょっと力強さが、訴求力が穏やかになる、
というものが多いと思います。全面的に力があるけれども、そのポイントポイントではあまり主張しない、力加減が分散されるという傾向があります。これは金が入っていますので格が高くはなりますが、これを合わせてみましょう。はい、無地の着物はとてもいろんな帯が合わせやすいので、総柄の帯がよく合います。それからこれはどうでしょうか。これは縞ということがちょっとカジュアル性があるんですけれども、合わなくはありません。柄が多くはない着物ですので、ほどほどに合うということですね。そして柄がたくさんあるお着物に総柄の帯はうるさく感じます。総柄の小紋に対して総柄の帯はうるさく感じます。ということで、ポイント柄の帯と、それから総柄の帯、そして無地の帯をご紹介いたしました。他の動画で私がいろんな帯を締めていますので、それもご覧ください。で、名古屋帯というのは案外ポイント柄が多いです。これもポイント柄になります。前の部分と、それからお太鼓の部分だけに柄があります。で、こういう帯になりますと、着付けの時にきちんと前とお太鼓に来るように柄を合わせて着なくてはいけないというような問題もありますけれども、そういうことは別にして、柄合わせ、着物と帯の柄合わせという点では合わせやすいということになります。ぜひ参考になさってください。ではまたお会いいたしましょう。